モイパルさんファンレベル13、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。おはよう、きわちゃん。おはよう、おはよう。こんにちは、どうも。どうも、こんにちは。ちょっと目薬誘う、目が乾燥する。目薬させた。目薬。こんにちは、だもん。おは、おは。おは。よいしょ。こんにちは、だもん。こんにちは。今日携帯を。分かった、起きれて。いつもの方、ありがとう。こんにちは。こんにちは。どうも。あほー。いつもの方、ありがとう。こんにちは。こんにちは。よいしょ。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様。こんにちは。どうも。生まれせキャンプありがとう。ありがとうございます。生まれせキャンプ今順位となってた。生まれせキャンプまだ1だ。ありがとうございます。なんとミラボが3位で、すごーもう3位か。ありがとうございます。200人、グランプさんとヒゲマジンさん、2人とも今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。めっちゃいいじゃん。1週間で200人、超いいペースじゃん。ありがとうございます。こんにちは、どうも。2度目の方、ありがとう。こんにちは。今日何時寝たの。何時寝たっけな。気づいたら朝だった。あんま寝てないだからまだ。あんま寝てない。こんにちは。どうも。どうもどうも。こんにちは。今月800人ペース。まあ、このまま行けばね、このまま。もう行かないね、大体。どうせペース落ちるから。今日方は201人、金明治のケンさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あと、ハルキーさんが200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。こんにちは、どうも。朝までブーブーと遊んでたの。ブーブーともね、少し遊んだけど、ブーがなんか遊びたそうだったから遊んだけど。遊んであげた。あとなんか少しキッチンの掃除してって、なんかいろいろやってた。こんにちは。マスキャンプ2000個、これ銀のエンジェル一つと交換。今チョコボールみたいな制度ないです。ないです。こんなのもないです。くさみやぐさん300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。あとしんさん100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ランクアップだ。いい、ありがとうございます。ありがとう。こんに
ちゃうの？二度目の方ありがとう。うん、1週間で600人。このまま、いけばね。いけるかもだけど。さあ、どうでしょう。こんにちは、どう？うん、寝てるよ。あの、ケースの上目で。いつも寝てます。よし、終わったら、挨拶したいよ。こんにちは、どうも。こんにちは。あ、私お昼配信の前に洗濯物を回してこようと思ってたのに忘れてた。あ、寝ちゃった。洗濯物を回すの忘れちゃった。洗濯物だけ回してきていい？お昼配信終わったら回そうと思ったのに忘れてた。さて、いや、思い出した。ちょっとすぐ戻る。ちょっとね、洗濯物回してくら、少々お待ちください。画面に一回して、声入ってるもんね。ちょっと一回さ、洗濯物回してくら。ちょっと待ってて、すぐ戻る。ちょっと待ってて、忘れてた。待ってて。回してきた。洗濯物回してきた。はい。こんにちは、どうも。ケイシーさん、ファンレベル25、ありがとうございます。ありがとう。あと、許可ともず202人。ケイシーマキシさん、今月もありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、どうも。よし、洗濯物よいしょ。こんにちは、どうも。洗濯物溜めちゃっててさ、量多くなってた。めんどくさい、干すの。干すのめんどくさい。こんにちは、どうも。毎日洗濯してて、いや、溜めちゃってたのよ最近。ちょっとめんどくさくて、もうほんと毎日ね、ちゃんと洗濯機回したいんだけど。なんか洗濯機ってさ、なんか毎日回した方がいいみたいな、っていうのが綺麗みたいなっていうのを見た、 X って前に。今日午後から雨なの。まあ大丈夫よ、室内干しだから、外干さないから。すごい。毎日回してる時もある、毎日の時もある時もあるけど、まあちょっとね。ちょっとね、
日ね。まあじゃあ続かないよ。いただき、いただき。かわいい、ありがとうね。ありがとう、こんにちは。どう？たまには洗濯したね。でしょ？全部増してきたから、あとは配信の後に押すだけ。こんにちは、入居者ありがとうございます。入居ですよ、今日も入居です。こんにちは、どうも。かわいい、ありがとうね。ありがとう。こんにちは。町おかしさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう、ありがとう。メンターさん、ファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。ラジオ、あ、そう、お昼はね、あの、寝起きだから、基本寝起きだからラジオです、基本。基本ラジオ。そう、こんにちは、どうも。部屋干し、あ、そう、部屋干し、まだ大丈夫。あの、外の天気、雨でも大丈夫。人気とかでも可愛さは世界一、本当に。ありがとうね。こんにちは、どう。確かに洗濯物洗わなかったんだけど、干してたのめんどくさい。そう、そう、そうなんだ。洗うのは別に簡単だけどさ、ボタン押してさ、洗剤とあの柔軟剤入れるだけじゃ。そう、もっと畳む、これがめんどくさいだね。だけど聞いたらしょ、歌わないよ。歌えないよ、声出ないよ。ブブ欲しい、やめて、ブブ欲しません。いいね。大丈夫、大丈夫、いいねってこと。めっちゃ寝起き。だけどたまつぶ、嘘よ。私の家、洗濯機と、トード。こんにちは、どうも。こんにちは。どうも。こんにちは。みんな、キラボシありがとうございます。紫青葉もありがとう。たくさんありがとうございます。こんにちは、どうも。あ、今、ん？今に、あ、ウランタンになってるんだった。はじめまして。ウランタン、確かに。あ、安則さん、選ばれありがとうございます。ありがとう。すいません、今日考えてる。ありがとう、輝かせてくれて。ありがとうございます。お友の方、ありがとう。こんにちは。こんにちは。こんにちは、どうも。うん、うん、初詣の方へと。こんにちは。うん、ちょっと水もついてきていい？通過してく、ちょっと待ってて。こんにちは、どうも。初詣の方へと。お腹すいた。ここの手元にあるのさ、ハイチュウしかない。
あ、おいし。ボイスポー配中。よいしょ。こんにちは、どうも。お疲れ様です。お疲れ様。ボイスポーの配中さ、あれだ。ね、私、勝手に2個だけだからさ、コラボの配中は。やばい、あと3つしかないぞ。1袋目。食べれない。もう1袋。食べれない。開けたくないんだけど、もったいない。こんにちは。チューハイ美味しいですか？チューハイじゃない、ハイチューなんで。その、逆にしないでよ。ハイとチューダメよ、逆にしちゃう。お昼ご飯ハイチュー嫌だな。なんか、子供食べてるけど。こんにちは、どうも。やっぱ変わりますね。チューハイとハイチュー。別物よ。別物よ。一袋ね。昨日めっちゃ食べた気がする。ハイチュー。シャインマスカットのやつも食べてるからかな。32g 一袋。でも、もう一袋だけど、ちょっと、コラボのやつだからさ。もったいなくて食べれない。こんにちは。あのチューハイ味のハイチュー、そんなもんないよ。そんなもんない。こんにちは。あの誰にとっても同じチューハイも、うん、チューハイもハイチューも別のものね。全くの別のものじゃん。こんにちは。あのこんにちは。今日受けた、起きましたよ。起きましたよ。こんにちは、どうも。今日も水曜か、早いな。早いな。よいしょ。はい、今日つまみにチューハイを飲む姿。はい、今日つまみにチューハイ。はい、今日つまみって聞かないよ。お菓子、お菓子。お母ちゃんさんいけるかもだけど、なんか雇用じゃないでしょ、ハイチュウとか。違うでしょ。うん、今日買ったもの203人ホチトさん、今月もありがとうございます。ありがとう、あいつね。こんにちは。とも旬の真ん中ね。早いよ、早い、あっという間だ、一週間。でも最近めっちゃ早く感じる、前よりさ、あの時間が進むのが。1週間ってそんな早かったっけってぐらい早く感じるんだけど。こんにちは、どうも。よいしょ。寝起きにチューハイ、いや無理よ、無理よ、飲めないよ寝起きにチューハイ。チューハイそんなに好きじゃない。チューハイはもう飲めない。私なんかチューハイ、うん、そうね、あんまやね、サワー系なんちゃらサワーとかダメなんだよな。なんかね、すぐね顔赤くなっちゃうんだよね。お酒飲むとね顔赤くなるタイプで、なんかそういけばそうなっちゃうよ。ハイボールなんかあんまり好きじゃなかったわ。あんまりいいじゃなかった。私はあれだな、うん、菓子折りが好きだな。何が好きかだったら、でも菓子折りもあんま飲まないけど、菓子折りオレンジジュース好きなのだから。こんにちは、とも。
でもさ、柏島もさ、なんかお店によってさ、いろいろあるじゃん。その使ってるオレンジジュースのさ、種類とかで味変わるじゃん。うん、一通り挑戦した。いや、その一通りは挑戦してないけど、うん、そんなには飲んでない。こんにちは、どうも。分かった、分かった。お酒飲んだらね、すぐなっちゃうんだよね。多分そんなの飲めないだから。私のお母さんはそう、たくさん飲めるわけじゃないんだけど、普通ぐらいで、ね、お父さん、そう、お父さんが一滴も飲めないの。だから、ちょっとお父さんのさ、飲めないのをもらっちゃった。全くではない。飲めるのは飲めるんだけど、なんか、そんなに、赤くなっちゃうから、あんま飲めない。娘の他さんには死後、どうなんだろうな。あ、いや、確かに、私よりかは、私よりかは飲めるかも。こんにちは、どうも。でも、ブーが泣いてたんだけど、どんな声でしたよね。今日、ブーのさ、ちょっと、最近ずっとさ、ケージ開けて寝てたんだけど、最近マイキングするから、ケージ入れてたのよ。出してあげるか。ちょっと待って、泣いてるから出してあげる。よいしょよいしょよいしょ。ブブさんにちょっと餌もあげてきたわ。餌、お腹空いてそうだったから。お、またやるほしいね。またね。ブブさんのめっちゃ寝起きの声してた。ブブびっくりした。初めて聞く声。さっきめっちゃ寝起きそうな声してた。こんにちは、どう。さあ、封閉じずに来た。ちょっと待って、うるさいかも。餌の蓋閉める。よいしょ。すぐさ、私餌出さないと。俺にも餌くれ？俺にも？自分で食べなさい。意味が。ちょっとうるさかったかも。ごめん。はい、オッケー。今日、ケージにしまわれてたから。起きてすぐめっちゃ泣いてた。ウフが悪いんだよ。キングするから。ヤマケンさん、リモストありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは、ヤホー。さっきからどんな声で餌あげたじゃん。泣いてた、また。こんにちは、どうも。そう、しつけしないとね。こんにちは、どうも。
こんにちは。あんちゃんのどこか。ゲームにマッキングはしてなかったよ。しなくて。こんにちは。また後で遊んであげようかさ。初見です。本当か？違うでしょ？違うでしょ？こんにちは、たもん。ありがとうございます。何がよ。今度いつ、今度いつじゃがりこ一緒に食べる。じゃがりこ一緒に食べる？じゃがりこ？今度いつというか、まあまた今度帰ってきたら言うよ。こんにちは、どうも。こんにちは。たまん、狙いを定める。狙い、何の狙いを定めてんの？ブブブキング。いやダメよ、こういう風にしたらそれは怒るよ。ダメだよ。こんにちは、どうも。こんにちは。もう、あ、もう買って待ってんの？じゃあ私が買ってくるだけってこと？今度、今度買ってくるわ。井上の方ありがとう。こんにちは。最近コンビニで九州小味のじゃがりこ。あ、え、最近売ってるの？コンビニで？関東のコンビニ？ん？あ、そうなの？こんにちは。海に今度、メール一番くじ引いてもらう。え、うぅ、ついていかないよ。もう一番くじ、来月だからな。めっちゃ楽しみ。コーギー妙なやつ。あと、なんで、キャラ隊の。楽しみ。もうね、絶対に、ダブル気しかしない。いや、私ね、当たりくじの引き運がめちゃくちゃ悪いんだよね。大体ね、ダブルんだよな。キャラクター対象なんてさ、でも、コギムンだけの当たりくじは別にさ、何が出てもいいんだけどさ、全部コギムンだから。キャラクター対象の当たりくじはさ、いろんなキャラクターがいるから、コギムン引けない可能性も高くて。地引きにできたこと一回もない。キャラクター対象のやつ。できない。いつもね、ファンの方とかね、当ててくれてね、くださったりしてたんだけど、プレゼントで。いやね、当てれないんだよな。どうしたらいいんだ。狙いすぎってこと？こういうの。地引きできたことないキャラクター大丈夫。去年も引けなかったし。確か。引けないんだよな。でもマッキングさせる。ね、何や、引いたやつ当たりくじに。ダメだよ。ダメだよ。よくない。こんにちは、とも。こんにちは。なかなかに消えないからね、あれ。マッキング。ちゃんと、消臭スプレーみたいな、その、ちゃんとそれ用のやつ。猫ちゃんとか、トイレ用の消臭スプレーで、ちゃんと、通じしてるんだけど。かけて掃除するけどね。取れないのよ、なかなか。こんにちは、たまん。こんにちは。うわが向こうで座ってこっち見てる。こっち見てよ。毛づくろ始めちゃった。ムーにスプレーさせる？ムーに？ムーにさせるの？こんにちは、たまん。こんにちは。よいしょ。どうもーん。こんにちは、たまん。みんな、キラ星とか、紫オープとか、ありがとうございます。たくさんありがとう。
こんにちは、やっほー。よいしょ。こんにちは。どうも。よいしょ。二度目の方、ありがとう。こんにちは、やっほー。もうなんか部屋、行ったり来たりしてる、なんか。ソファのところと、なんか、ウボの好きなところ。机に乗ろうとしてる？机のなんか、上に置いてるもの描いてる。部屋の中探検してるわ。今、タマちゃんマーキングシェが叩いて、え、もう、タマちゃん掃除してよ。スプレーして。なんかマイキングなんかその布とかについた匂いは全然取れないんだけど、全然だとめちゃくちゃ取れづらい。なんかブブのさ物をしまってるさ箱があるんだけど、なんか布周りが布で生地がその箱に3回ぐらいされちゃって、めっちゃスプレーかけてんの、それを消臭のやつめっちゃかけてるんだけど、まあ、少しは良くなったけどさ、どうしても布だからさ、取りづらくて、その洗えない感じだし。もう近く来たわ。この前はね、で、昨日、ん？そう、昨日はね、床にされたからまだよかったんだけど、床だったら、取りやすいからもと。なんかそう、布とかされちゃうじゃん。T シャツやばいね。T シャツやばい、もう捨てなきゃ。夏物の方ありがとう。こんにちは。二度目の方もありがとうございます。こんにちは。ここにあれだ。猫じゃらしがある。自分が出すものによってくるやつ。やだな。夏物の方ありがとう。こんにちは。どうも。猫じゃらしとったらめっちゃ食いつきがいいな、ほんと猫じゃらし好きなんだね。私の方に初音の方、二度目の方ありがとう。こんにちは。松屋に行くか中屋に行くかで2時間迷ってる。早すぎだろ。松屋で、松屋のあの甘辛ネギ玉牛丼で。二度目の方ありがとう。こんにちは。ぬこじゃらし、ぬこ。お腹減ってる、ピークすぎた。悩みすぎだろ、2時間は。長いよ。中が多いかも。中私1回しか耐えたことないんだよね。コロナの期間にさ、濃厚接触者で、ホテルから一歩も出れない時があって、その時にマネージャーさんがね、中をのうどん買ってきてくれた。ゾモの方ありがとう。こんにちは。と、バトニーさんファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。多分ね、さ、私のご飯、私なんて言うかな。まだ決めてない。こんにちは、とも。めっちゃ匂い嗅いでくるんだけど、ペロペロしてくれるって。一緒だよ。ええ、そうだね。あー、ダメ。ベトギしようとしたね、あんた。ベトギしようとしたね。ごめんなさいよ。ちょいちょいしようとしたね。分かってるからな。爪とぎしようとしたな。な。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。
なんかの学食食べに行く連れててもらった変な声ごめんなさいみんなが謝らなくていいの。ちょっとぶさかね爪研ぎしたね壁で。今鶏天丼と担々丼やってる。あ、そうなの。なんか鶏天いいな。ちょ、担々麺はちょっとあんまり好きじゃないか。井上の方ありがとう。こんにちは。何してるの。出てきたいか。行ってくる私の。なんだよ。しばき倒し、しばき倒しでそんなことしません。ニュースの部分もしないで許してください。当たり前よ。どこにするの食べて。リスの上にずっと乗ってる。怒りなよ。なんかね、今日手めっちゃ匂いかが。ちょっと噛んでるよそれ。舐めるだけじゃん。めっちゃ手かいてくる。なんで。あ、あれだ。ちょっとあれです。昨日掃除したからさ、手がさキッチン入ったら匂いする。だからだから、ね、昨日キッチンのさ、シンク掃除してキッチン入ったのにする。だからめっちゃ書いてくるのか。そういうことか。うん、ほらありがとう。ありがとうございます。だからあそこ椅子の背もたれで爪研ぎしないで。こんにちは。今日のヒロマックのめっちゃハワイ、お教えた。めっちゃハワイアンバーガーズのガーリックシンプ、いいね。ガーリックシュリンプ味さ、毎年食べてる気がする。それだけもう一個のやつ、今年まだ食べてないけど。いつもの方ありがとう。こんにちは。うん、うん、ラッコさんフォロー外したないかい。メモフォローした。外したんだよ。から一回外したんだよ。アイトニュースに行くの。アイトニュースだから書いてたのね。めっちゃさ、夫婦がさ、私の手の匂い嗅いでさ、舐めてきたんだ。なんか、お疲れ様です。お疲れ様。どこ行っちゃったよ。カニちゃん、たもん。キッチンハイターフェチ。キッチンハイターフェチ。私のお母さんはあれだね、キッチンハイターフェチかな。なんか、キッチンハイターってかな。キッチン入ったから。そう、なんかお母さんその匂い好きだね。変わってる。掃除しててさ、なんかめっちゃキッチン、そのキッチンの方がさ入ったの匂いがしてて、なんか匂い臭って言ったら、今掃除してるって言って言ったら、いい匂いでしょって言って。私のお母さんなんかそういう匂いが好きみたい。変わってる。方々204人、キッチンさん、今月ありがとうございます。ありがとう。タイミングいいな。キッチン入ったの話してた。キッチンさん、いつもの方ありがとう。こんにちは。さすらいのブブタン、さすらいってことちゃん。こんにちは。どう、はい、タイミングつくとしまだ。確かに気をつけないとね。こんにちは。マイタの掃除好き。いや、なんかたまに掃除してて。そう、なんかもうキッチンがマイタの匂いしてる。なんか臭って言ったら、お母さんはその匂いが好きみたいで。いい匂いでしょって言ってくる。いい匂いでしょって言われた。全然いい匂いと思わないんだけど、私。
混ぜるだけ。あ、気づいた。そうよ、気づけないと。なんか、息子のプロフィール身長 154.5 って書いてあるけど、ちょっと持ってる。わかんない、測ったのかもよ。その、プロフィール書くときに。わかんないけど。私も測りたいな。あの、身長。身長測りたい。どうしかねる気じゃないだ。気がいたな。一回お母さんが、ピアノ、なんだっけな、お水とかなんか、麦茶入れてるさ、ポットをさ、入ったつけてて、洗ってたんだけど。なんか、入った入れて、なんか、麦茶だったっけな、なんかそのままなんかね、冷蔵庫入れちゃって。あの、普通冷蔵庫入ってたから麦茶だったっけな、中身そう、麦茶作っちゃったのか忘れたけど冷蔵庫入ってたからさ、飲んじゃったのね、ちょっと飲んで、え、やばと思ってなんか味もやばいし、なんかやばかったのやばと思って急いで牛乳飲んだら飲んだのかなと、大丈夫だった、ほんのちょっとしか飲んでなかったからね大丈夫だったけど、お母さんに殺されかけるとこだったそれお母さん言えたら、あ、なんかお母さんめっちゃ軽く、あ、忘れてたわみたいな、めっちゃ軽いの忘れてたみたいな私が危ないよって言って、ダメだよこんなことしちゃうみたいな言ってた、忘れてたわぐらいだった、めっちゃ軽い犬の方ありがとう、お兄ちゃん危ないよね、お母さんめっちゃ軽いから気づいてよかった、ほんのちょっと飲んで気づかずガブ飲みしてたら分かった、頭の方ありがとう、お兄ちゃん、なんかその時たまたま牛乳飲んだんだけどさ、牛乳飲むので合ってたみたい、なんか水飲むみたいなじゃなくて牛乳飲んでしまった時、でなんかその注意事項みたいなのが書いてた気がする、めっちゃ焦ったよまた舞台半径ってひどいでしょ、お母さんがしたくせにめっちゃ軽かったからなああぐらい、ああ忘れてたわぐらいだったごめんごめんぐらいだった軽すぎだろ、ならないで、かぶえ、そう危なかったよこんにちは、どうもこんにちは、いつもの方、二度目の方ありがとう、こんにちは、キッチンの洋服買ってくるの忘れた、ありがとう、あ、よかった、ふと思い出せたポケモンのコイキングだった、 I love コイキング、わかんないよ、え、わかんない、どういうやつだ、聞いたことあるかな、わかんない、入ってるのこれ、カラオケに、こんにちは、なんともえ、どこどこ、何のぼろかしてる、あ、これからの何のぼろかやろ、戻んなかった、分かってきたかな、そろそろ付けはダメってなったらダメって、えらい、こんにちは、どうも、初物の方ありがとう、こんにちは、どうも、あれ花火上がった、私なんか花火上がってないのにレベル32達成してるっぽいんだけど、あれ上がった、いつの間に、え、まだ上がってない、花火でも上がってるよね、表示変わってるから、レベル32達成ありがとうございます、ありがと
めっちゃ見逃したか。あ、あるよ、あってた。あれ私ずっと画面見てたはずなのに。嘘だろ。こんにちは、どうも。94ザルさんファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。アレさん300回目の方もありがとうございます。ありがとう。たくさんありがとうございます。ありがとう。クイキングって世界で一番弱い武器を。あ、そうなの？そうなの？部分に気を取られてたのか。そういうことか。じゃあ部分のせいってことか。かわいそう。かわいそう。全部部分のせいにされて。こんにちは。どう？部分のせいじゃいつでもし、確かに。最近いい子だからな。マーキングしちゃうけど。虚勢しなきゃ。初物の方ありがとう。こんにちは。コーキングの高橋が面白いから聞いてる。あ、歌詞面白いの聞いてみろ。机の上のもの触るな、僕。進化するとギャラダスってめちゃ強いポケモン。ギャラダス知ってる？懐かしい。ギャラダス懐かしいな。ポケモン懐かしい。私もやってたよ、ちっちゃい頃。通ってきたよ。そのポケモンは結構割とみんな通るよね。ポケモンキモン、あのどこっけ、ダイパーと、ねえ、ちょ、順番がわかんないけど。ホワイト、ブラック、XY? 三つだけやってた。妹がいるからさ、妹と、あの、二個出るじゃん、ポケモンって毎回。で、二個買ってもらって、クリスマスプレゼントとか誕生日で。で、妹と、なんて、その、一個ずつ、二種類あるって。なんか、こっちでしか出ないキャラとかあるじゃん。だから、両方持ってたな。今日買ったもつ、205人、ロブリーさん、今月もありがとうございます。ありがとう、あいつね。くしゃみ出そう。初見です。汗でなんか押した。本当か本当か。ポケモン GO、 ポケモン GO は、いや、ポケモン GO ね、私一回入れたんだけど、でもなんかあんまハマんなくてすぐ消しちゃった。こんにちは。ダイパーやってたよ。懐かしい。こんにちは、どうも。おはようございます。おはよう。はいよ。医師の仕事、ポイキングの時にめちゃ思ってて、配信で歌ってた。あ、ショールーム入ってんの？ポイキングの歌。そうなの。聞いてるんだよ。こんにちは、どうも。今ともは、ポケモンスイープも知ってるよ。入れたよ、一瞬。ちょっと、あんまハマんなかった。すぐ消しちゃった。誰かじゃないけど、一人で2台つなげてトレンドしてた。一人で2台つなげてたわ。そんなことしてた。好きです。うん。ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。今日買ったもの206人。1233。今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。
音声女歌うたい。音声女歌うたいって何？分かんない。分かんないよ。カニちゃんも？キョクちゃんならポケモンすればそうだけど、やめてよ。言うほどそんな寝てないからね、別に。そうなんだからな。こんにちは。なおん。こんにちは。よかったもの、お昼配信これで大号泣してる。ほんとだよ。毎回大号泣してるぞ。ほんとに？毎回、コメントするたび大号泣してない？最近ポケモンセンター行ってない？ポケモンセンター久しぶりに行くのなんか楽しいんだよね。楽しい。24時間中19時間くらい寝てる。寝すぎだろそれは。寝すぎだろ。配信してる以外の時間ずっと寝てるってこと？そんなはずない。起きてますよちゃんと。そこは寝てるわけないでしょ。カニちゃんどうも。オフィシャルの話ですか？オフィシャル？ってこと？オフィシャル？こっちだ。今日買ったまず207人。鳥親父さんってな。今月もありがとうございます。ありがとう。アイスね。ありがとうございます。感動した？何によ。何に感動したの？ポケモンセンターいつも混んでるイメージ。そうやけど、確かになんか。あの熊本旅行行った時にさ、波動で、お旅行で、なんだっけ、なんか、なんて場所か忘れたけど、なんか、ポケモンセンターのなんか、ポップアップ期間限定みたいなやつがあって、なんか、時間があったから、そこ行ったのよ。2日目、なんか、波動旅行で1日目はひなこといて、ひなこなんか次の日、大学なんか用事があって朝一の飛行機で帰っちゃって、私は2日目一人で熊本観光したのね。一人で熊本観光して暇だったから家のとこ行って、であのポケモンセンターの期間限定のショップがあったから、時間があったし、なんか見てあれ買った、あのなんだっけ、バッカネズミだっけの歯ブラシスタンド、めちゃ可愛くて買っちゃった。今日とも本気出せば24時間中26時間寝てられる。そんな寝たことないね。ないです。ラホーレ行ったのに今日方もいなかった。そんな毎日いない私、働いてないラホーレで。カメモンとギョガちゃん対決は売り物。カビゴンの勝ちよ。アクマト城行ったよ。アクマト城ね、2日間行った。そう、1日目はひなこと食べ歩きして、2日目ちょっと暇だったからアクマト城の中一人で行ってきた。何の話聞いた？そう、2日目一人だったからね、全然アクマトと関係ない観光、アクマトと関係ない観光だけど、なんか熊本で当たりくじ引いたりしてた。ちょっとね、時間が余って暇だった。最高何時間、最高、何時間なんですね。もう最高16ぐらいはあると思うけどな、確か。あんま覚えてないや。頭の方ありがとう、くにちゃん。馬刺し食べてよ。当たり前じゃん、馬刺し大好きだもん。馬刺しは、なんか、あの、1日目のこと夜ご飯で行って、で、あの、2日目は、あの、馬刺しのなんか、買って帰って冷凍のやつ、家でも食べた。こんにちは、どう？いつもの方ありがとう。熊本でしかできないことしたね、確かに。なんか、普通にショッピングしたりとかしてた。いろいろ行って、もう行き尽くしちゃってさ、熊本しないっていうの。そう。だから、買い物してた。熊本巡りしてたもん。二日目。どうしようかなと思って、熊本城とかも行ったから。あんま遠く
なんかさ、朝の方とかとちょっと遠いから、ちょっとなぁと思って、車もないし、と思って、くまモン巡りをしてた2日目は、一人で。くまモン巡り。なんかくまモンのショップとか、なんか大きいくまモンの置物とかがあったりして、その くまモン巡りした。あ、じゃあサブ、ありがとう。はい、キングモン。あとなんかね、泊まったホテルに、オンモファイブかな。ちょっと泊まったホテルになんか、クマモン巡りのなんか、書いてあるマップがあって、それ見ながら、クマモン巡りしてた。懐かしい。じゃあ13位からランキング読みますね。でも13位、インサイさん、ありがとうございます。12位、ネントさん、ありがとうございます。11位、スペースランナーメイさん、ありがとうございます。10位、ワイパルさん、ありがとうございます。9位、中身さん、ありがとうございます。8位、マモさん、ありがとうございます。7位、ランタンさん、ありがとうございます。6位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。5位、ライチさん、ありがとうございます。4位、アイスカフェアトマークリランチさん、ありがとうございます。3位、クマさん、ありがとうございます。と、2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位が、ヤスノリさん、ありがとうございます。ありがとう。あえてね、ありがとうございました。ありがとう。どうもなんかありがとう。こんにちは。クマモンに、あ、クマモンいた、なんかそのクマモンのショップみたいなとこ行ったらクマモンいて、人がいっぱいいてさ、クマめっちゃ人気だなと思った。人がいっぱいいて、クマモンがなんか真ん中で歌ったりとか、ステージやってた。ちょうどタイミングがあってね、クマモンのステージやってた。少し見て何も買わずに出ちゃった。クマモン。そんなうちゃくまモン大好きとかいうわけではないんだけど、2日暇だったからね、クマモン巡りしてたね。一人でクマモン巡り。前は45位だった。いや、ありがとうね、ありがとうございます。いつも来てくれて、お披露目ありがとうございました。15分か、夏休み終わろうかな。よかった、今日は起きれてちゃんと。洗濯確かにそろそろ終わってそう。干してこようかな。じゃあまた夜配信でかな。今日もありがとうございました。お昼配信。お仕事ある方は頑張ってね。じゃあまた夜配信で、ありがとうございました。